2015年11月15日、韓国、連合ニュースは、韓国経済が来年も、低成長の沼から抜け出すことが、困難な現状を伝えた。韓国企画財政部と複数の、経済予測機関によると、韓国の来年の経済成長率は 2.2、3.3% となる見込みだ。期間別の見通しは、韓国政府が 3.3% で、最も高く、モルガン・スタンレーが 2.2% で、最も低い。来年の韓国経済が 3% 台の成長を示すと予想した機関は、韓国政府の他に、韓国銀行 3.2%、国際通貨基金 IMF 3.2%、韓国開発研究院 KDI 3.1%、経済協力開発機構 OECD 3.1%、韓国金融研究院 3.0% だ。海外の投資銀行 IB はバークレイズキャピタル 3.0%、バンクオブアメリカ、メリルリンチ 3.1%、ゴールドマン、サックス 3.3%、JP モルガン 3.2% と予想している。2% 台の成長率を予想している韓国国内機関は、現代経済研究院 2.8%、LG 経済研究院 2.7%、韓国経済研究院 2.6%、海外機関は、モルガン・スタンレー 2.4%、BNP パリバ 2.4%、シティ 2.4%、ドイツ銀行 2.9%、野村 2.5%、UBS 2.4%、これらの19の機関の平均予測値は 2.9% となる。この報道に、韓国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられている。ここ何年も、好景気なんて言葉を聞いたことがない。昨日の歴史教科書国定化などに抗議する大規模デモは、今の経済状態への不満を訴えているのだ。見通しが 2% 台なら、実際は 1% 台ということか。ちょっと前は 3% 成長確実と言っていたのに、今は 2.3% 台の予測だ。すぐに 1% 台に突入しそうだ。少なくともマイナス成長にはならないんだろうな。時間が経つにつれてますます難しくなっているようだ。先が見えない。ギョン、経済副首相兼企画財政部長官。は、一体、3年間何をしていたんだ。経済がこんな状態なら、かかしを立てて経済副首相にしておいても、良いんじゃないか。今までに経済再生のための改革が行われたことがあるか。最大の問題は世界経済全体が難しい状態ということだ。韓国だけじゃない。国内外の需要減少で、売上高が減り利益率が落ちているが、まだ国家財政が破綻に至るほどではない。1997年のアジア通貨危機当時は、過剰投資のために財政破綻を招いたこととは対照的に、今回はほとんど土投資をしていないことが、皮肉にも功を奏している。翻訳、編集見た。よろしければチャンネル登録をお願いします。スマホの方は動画の下のチャンネル登録からお願いします。